お疲れ様です、鈴木です。ちょっとね、マイクの位置を変えたんですよ。なんかマイクをね、あんまり近くても低音が入りすぎるから、ちょっと遠い方がいいかなと思って。あと実はね、機材を買い替えた、今日はまだセッティングしてないんですけど、いろいろね、このもう動画を進めれば進めるほど、やっぱりもっと簡単に、もっとハイクオリティに、もっと楽にっていうのをいろいろ考えていくと、ちょっとこのセットじゃダメだなとか、荷物が多くなっちゃうなとかそういうので、こう、コンパクトかつその性能とかね、バッテリーの持ちとか、その予備のバッテリーとかをめちゃくちゃ持ち歩いてるんですよ。だからそれってなんかちょっと本末転倒だなと思って、ハンディカムの方がいいかもと思って、ソニーのハンディカムをちょっと買い替えたんですよ。ちょっとその辺の話は今日は関係ないんですけど、今日はでも関係あるっちゃ関係ないですね。自由になるには訓練が必要だっていう話をしたいと思います。なんか自由ってすごく自由になったら幸せだっていうか、その自由になるのがゴールだっていう風にあるし、なんか自由になったら自動的に幸せになりそうな感じがするんですけど、なんかあんまり自由と幸せっていうのは関係ないっていうか、まあ、関係なくはない一つの要素ではあると思うんですけど、なんか多分そういうことじゃないんだなと思いましたっていうのと、自由になるためには何かをなんかそこに向けての実はその準備と訓練がいるっていうのと、自由になれなきゃいけないっていうそういうことがあるんですよ。例えば、よく分かりやすい例で言うと、平日昼間に休むっていうのが独立したらまあ自由なわけですよ。別に平日の昼間休もうと、土日働こうとまあ関係ないわけです。でもそれなのに平日の昼間休めない人っていうのは多いんですよ。多いっていうか、ほとんどの独立した人は最初絶対そうですね。平日昼間遊んでたら不謹慎なんじゃないかみたいな、その目に見えない世間を感じるんですよ。まずそれを脱出するために、それを訓練して、平日昼間遊んでも何とも思わないようにならなきゃいけないっていう、そういうのがまさに訓練が必要な事項なんですよね。で、そういうのをいろいろこうやってって、だんだん自由になっていく。訓練によって自分が鍛えられて、やっと自由に耐えられるようになったっていう、その、自由っていうね、強烈なね、なんていうんですかね、強烈な空気の中で、どうやってそれの空気の中でね生きられるかっていうのは、実はもう本当その別の進化が必要なんですよ。酸素がね、酸素が猛毒だった時代にね、地上に上がってどうやって酸素の中で生きていけばいいのかっていうのを動物たちは考えながら進化してきて、今酸素がないと生きられない動物がたくさんいるわけじゃないですか。だから本当不思議なもんですけど、そうやってね、訓練によってその新しい環境に適応していくっていう。だからその自由とか、実際はその労働時間をぎゅっと絞った時にどういったことをやっていけばいいのかっていう、その暮らしの中で、そんなにお金をね、無駄なお金を使わずにどうやって1日時間を潰せばいいのかみたいな、極論そういうことですよ。で、そういうのが自由になった後の訓練っていうので実はありますと。だからそのお金を稼いだり、どうこうするっていうのと、自由な時間にどう耐えられるかっていうのは、またその全然違う能力だったりするんですよね。で、それは実は訓練が必要なスキルの一つなんですよ。で、そういうことをまあちょっと達成していくんですけど、なんかそのさらなる自由をどうやって追い求めるかっていうので、そこもやっぱり訓練と実験が必要なんですよね。で、私がここ数年、3年ぐらい掲げている目標で、コロナで全然進まなかったんですけど、まず1年間で100日家を空けるっていう目標があって、それはなんかその、100日間出張なり旅行に行くっていうことですよ。東京以外の、その自分の自宅以外で、過ごす、まあ、できれば1泊以上、でもなんかすごいもう丸1日だったらとりあえず許すみたいなのでやってるんですけど、それでもやっぱなかなか100日全然いかない。なんか年中もういないような気がしますけど、100日なんて到底いかないんですよ。だからすごい難しいハードルだ。それを訓練してなんとかやろうと思ってるんですけど、未だ達成できない。今年もおそらく無理。来年あたりね、もっと抜本的な働き方を変えないと全然無理ですね。なんかそういうようなことをチャレンジしてたり、あともう一つ今回達成できたのが、家族がいて、家族で暮らしてるんですけど、家族がバラバラのところにいるっていうことが可能かっていうのの実験も結構目標としてあって、それもすごい訓練が必要なんですけど、子供も奥さんも自分も3人がバラバラのところにいるっていう。そういうことができないかっていうのは結構目標にしてたんですけど、今回それがね、初めて達成することができて、すごい、まあ、それはなかなかそのいろんな奇跡が重なってそれが実現できたんですけど、それでなんかすごく家族の在り方っていうのも結構訓練が必要っていうか、普通家族が一緒に住んでるものが当たり前だっていうそういう固定観念があるじゃないですか。でそれを、こうそれはでも実は今の時代本当にそれだけでいいのかみたいなのを疑って、新しい可能性っていうのを考えて実験し、そしてその大変さに慣れていくっていう、その段取りも含めて大変なことがいっぱいあるわけですよ。それは時間的な大変さ、経済的な大変さ、肉体的な大変さ、いろんな大変さがあるんですけど、そういうのを乗り越えてやっと実現できるっていう。でもそれをさ、何のために実現するのかみたいなことってやらなくていいじゃないかっていう考え方ももちろんあると思うんですよ。だからそれなんでやってるのかっていうと、それは自由になるための訓練なんですよね。そうするとそういう時にそういう選択肢が生まれるじゃないですか。だからその自由なチョイスっていうのができるようになるっていうので、それをなんか3人で順番に移動しなきゃいけないとかって思ったら、そういう選択肢は取れないじゃないですか。だからその何かこのもっと自由な選択肢を持つっていうことに向けた訓練なんですよね。だから自由っていうのになったら楽になるかっていうと、決して楽にはならないし、より自由な自由と落差っていうのは全然関係ない、なんならば相反する、相反する関係ですらあるんじゃないかと思うんですよ。そんな風にね、みんなで自由になる修行をして、ちょうど夏、これからお盆休みですから、それでねやっていったらねいいと思いますよ。ぜひぜひみんなもね自由の修行をやってみてください。それじゃあまた明日 YouTube でお会いしましょう。